中野春弘の世界一周の旅、今日はブラジルシリーズの2回目でございます。こちら今日もゲストでお迎えしております、エマージングマーケットストラテジスト蓮沼さんでございます。こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いします。ブラジルで前回はファンダメンタルズを、ね、真面目に語っていただきましたけどもちょっとね、これ蓮沼さんの昔の名刺、僕今出てきたんですけど、イタウウニバンコグループ、ね、はい、ここにいらっしゃったと。そうですね、直近までおりました。ご存知ですか、はい、イタウ銀行っていうブラジル最大の民間銀行。そうですね、はい。そこで働いてらっしゃって、ブラジルですからもう第二の故郷みたいな、ブラジル人みたいな感じですね。サッカー大好きですね。ですよね。ですからブラジルの現地のお話もお聞きしたいと思うんですけど、そもそもこれご覧の皆さんのもしかしたら少なからず方がブラジルに投資をされた経験がある。そして、その投資を、進められた理由として、来年ワールドカップありますよとか、今度オリンピックありますよとか、ね、それで、ね、はい、うっかり投資に買わされちゃったと、はい、ね、気がついたら通貨選択型だったと、ね、ブラジルレアルだったと、これでえらい損したって話をいっぱい聞いてるんですけども、はい、ブラジルってそんなことばっかりじゃないっていうことですね、はい、つまりブリックスと言われる1億をしっかりになって、はい、急成長を遂げてきた、はい、大変元気な国であることは確かで、はい、この21世紀の主役の一つの国だったと思うんですけど、はい、そもそもブラジルっていう国が急成長を 始めたそのエンジンとなった才能とか強みとか、はい、ちょっとそういったところを改めてお聞きしたいと思いますね。はい、わかりました。ブラジル皆さんご存知だと思うんですけども、やはり農業国なんですよ。これが1950年代、それから80年代90年代とだいたい人口が毎年 2% ずつ、はい、当初5、6000万人だった人口が今2億人弱になってます。そうなんですか。はい。そのうちのですね、生産年齢まだ20代ですから、かつ働き盛りの人たち約1億人、この人たちが、ね、このブラジルの経済を今牽引してきてる。で、特に今出たようにワールドカップですとかオリンピックというのも当然大事な大きな行事ではありますが、今日までのブラジルのこの経済を支えてきた、ご存知だとルラ大統領ですね、はい、ブラジルの危機と言われましたけども、はい、2002年国債が暴落してしまいました、はい、でもルラ大統領が就任以降うなぎ登りに経済を回復し、で成長率もですね 7%、8% をこの数年間、はい、ずっと続けてきました、はい、そこで昨年ですね、少しこう経済に陰りが見えて、新興国ブリックス大丈夫かというのが出てきたんですけれども、ブラジルの今言った強みという意味では、今言いましたように一つは農業で、その中でも大豆、はい、牛肉、うん、豚肉、はい、で鶏肉、肉ばっかり、ね、肉ばかり、あと大きなサトウキビですね。はいはい、それにもいいですね。サトウキビはご存知だと思うんですけど、世界一位ですね、里の生産は。あ、そうなんですか。はい。で鶏肉に至ってはアメリカ、中国とありますけども、実は輸出量では世界一位なんです、世界の胃袋を、ね、その通りですね、供給する国ではありますね、はい、農業国って印象は僕らも随分強く持ってます、はい、ただもちろんそれだけじゃなくて、はい、外貨を稼ぐ力っていう意味では、はい、他にどんなものがあるんですか。この実はメジャーな鉄鉱石、はい、石油、先へバレーですね、はい、鉄鉱石でいうとバーレー、はい、石油ですとペトログラス、ペトログラス有名ですね、はいはい、これはですね、バレの場合は世界4大メジャー、はい、鉄鉱石のですね、はい、ヨーテントですとか、こういう会社たちに伍して戦えるようなところまで、はい、ブラジル政府の支援を受けながらも世界一流の規模に成長してきた、はい、でペトログラスにおきましてはご存知の通り、もう今やもうメジャーの一角と同じですね、はい、自国生産なぜブラジルやってます。中でもリオデジャネイロ州の沖合で陥没海門というのがありまして、ここで国内の7割以上を生産しています。ですので輸出ができるまでの体質になれたのも国の支援を受けながら今日まで大きくなってきている。要するにアメリカの ADR というですね、上場してるんですけども、このバールもペトロブラスもウジミナスとかもそうですが、こういった企業が
世界に5種戦える、しかも世界のトップティアになってきた、これが今のブラジルを引っ張っていく原動力。まあそうでしょうね、はい、本当に世界でも本当に強い会社がいくつもね、はい、ってブラジルにあるというのはこれね本当に最大の強みだと思いますけど、はい、あの逆に言うとそれって21世紀に入ってから花開いたみたいな。そうですね、はい、ですよね、はい、本当最近の、まあ、ルナ大統領が2002年でございますから、はい、10年代、ちょうど10年、はい、ですのでまあ皆さんどういうタイミングでいろいろ投資されたか分かりませんが、確かに株が落ちてきてる、はい、でレアレースですので国債価格もブラジル国債ですね、はい、こう3割も年初から下げた、はい、下げてます。こういうのをこう見て、ああやっぱり焦っちゃいけない、うん、焦ってる人多いと思うんですけども、やはり新興国でブラジルの潜在的な強み、はい、やっぱりこういうものを考えると中長期に投資する対象であり、短期的に勝負するような国ではないということだと私は思いますですね。そうですね、はい、逆にあの事業としてブラジルと接している、はい、まあ、日本の多くのビジネス、例えば商社だったり、はい、まあ、重工だったり、はい、プラントだったり、はい、あのたくさん現地でもね、お仕事されたと思うんですけど、はい、実は私サンパウロやあのリオデジャネイロに行ってますけども、はい、大体会う人は皆さんそういう人たちで、日本を代表する、まあ、三菱重工さん、川崎重工さん、はいはい、日本郵船さん、はい、当然商社さんですと、もうトップ5大商社さん、はい、皆さん、みんないらっしゃるサンパウロにもリオデジャネイロにもものすごい人がいますので、私はこういう情報をやっぱり現地に行ってそういう方たちと会って、単志願的な見方じゃなくて中長期に投資をする、その単位はもう何千億、ワンプロジェクトで数千億円、だって彼らは5年10年のスパンでやってるんですもんね、はい、だから大体皆さんの投資信託の買い手から間違ってるってことですよね。要するに新興国向けの投資であれば、やはり中長期に常に見てもらいたい、はい、目先の為替がまあ上下します、株価がインデックスが上下します、国債価格が暴落しました、だからすぐ損切りして売るっていうのは私はお勧めしないし、だからこそ高金利通貨として魅力ある国だと思ってますから、もう少しブラジルは潜在的な強みをグローバルな新興国の中でも持ってる国だと私は思ってますので、中南米の中ではどういう位置づけですか。まあ、まさしくもうナンバーワン、ナンバーワンです、はい、ぶっちぎりですぶっちぎりですね、はい、もちろんいい国ありますよ、はい、でも経済規模がもう全然違いますよね、はい、GDP で言いましたら、はい、もう2兆ドルを超えたんですよ、うん、昨年でですね、それを見ただけでももう中南米の当然その主軸、うん、メルコスルーで、まあ、経済こう、はい、中南米のですね、経済利局をやってますけども、そういった中でもやっぱりリーダーであるわけですから、やっぱりそういう国が中南米を引っ張り、かつ内需外需ともにですね、潜在的にやはり持っている農業だけじゃない工業も、ですのでそういったものが経済を引っ張っていくわけですから、かつグローバルにそれだけのものを供給している、そう考えますと目先の下がったことだけでは判断はしないでほしいなと。そうですね、はい、まあ、今日今鈴間さんからすごくいいお話あったと思うんですけども、とにかく日本のそのブラジルとかの投資家っていうのは足が短い、はい、で目先だけ見て、はい、すぐ買ったらすぐ売る、はい、まあ、こういうことと全く違う行動を実業の日本のビジネス、はい、まあ、私やられてるってことですね、行って、しかも勇気を持って、はい、もう自分の体を持って向こうに行って、そう言ってますね、そしてまあ、泥かぶって仕事してるわけですね。これが本当の投資だと思います。まあ、そんなことも少しはね皆さんに伝えられたかなと思いますけど、ちょっとじゃあ次回以降はまたブラジルの裏の話もしたいと思います、ね、またよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。